は東京都渋谷区エルセで開業しています橋本歯科橋本です。下の6歳臼歯になりますが、この歯が悪いのでもう抜歯、そして入れ歯かインプラントといつも聞かされる言葉で説明されたということです。しかし患者さんは抜きたくないので、これだけしっかりしている歯ですから私も抜く必要がないと思います。ですからかぶせるものを外し、今度はこの土台金属を外し、周りの汚れ虫歯を今取り、そして根管治療をしてこの歯を残していきます。金属を外していきます。通常はこの歯と金属の境目、ここのラインを削っていきます。すると非常に歯の方が柔らかいので非常に楽に削れます。しかしそうすると歯がどんどん少なくなってしまいます。それを行わないように治療を、金属だけを除去していきます。